竹井大介4月25日から1972年3月30日は日本の海軍軍人実業家。最終階級は海軍主計中将。昭和産業、安田銀行、文化放送の社長を務めた。1940年区一等局日大受賞受賞。現在の茨城県土浦下村町で竹井松太郎の三男として生まれる。 旧制土浦中学校を卒業後、明治37年7月、東京高等商業学校予科に入学し、翌月、海軍主計学生となる。一橋では、福田徳造に支持し、千田谷の福田邸での読書会にも参加した。しかし、小形武虎ら,らと共に、親友事件のリーダーとしての責任を取り先行部へは、進まず、明治42年に、本科卒業後、 海軍省死刑に任官し海軍経理学校をつしゅで学ぶ。以後、海軍の死刑科士官として活躍する。大正6年4月から大正8年8月まで、アメリカ合衆国駐在として、コロンビア大学政治科に留学し、卒業を。以後、海軍省経理局員、ワシントン会議図員、経理学校幹事、技術研究所会計課長、経理学校教頭、 関西本部総務部、第二課長、佐世保陳府経理部長、横須賀陳府経理部長などを歴任し、昭和12年12月、海軍主計中将に昇進した。昭和13年5月、主計歌士官としては最高の地位である海軍省、経理局長となり、昭和15年君一等局日大受賞受賞。軍令部出資を経て、昭和19年4月、予備役に編入され、 後に、昭和産業社長となる。昭和19年4月から昭和22年5月まで、安田保全社長無理事を務め、安田銀行社長等も兼務して、財閥解体等に取り組んだが、公職追放となる。昭和27年2月、公職追放解除となり、以後、戦後の経済界でも活躍し、昭和29年から文化放送社長、昭和44年から、 DIA 協会会長、水公会顧問などを務めた。東京高等商業学校の専攻部廃止の文部省令に対し全校生と同窓会が抗議、学生総退学した親友事件の中心人物であり、一橋大学の同窓会館である女水会館の14階の記念室に計画されている親友事件の時の皮膚三端天ク曇るで始まる。 コーサルの字の激文を寄贈した。ありがとうございます。